こんにちは、小原です。今回はコースで3パットあるいは4パット、こういったことが原因でなかなかスコアアップができないという方へワンポイントアドバイスを行いたいと思います。コースに行った時に3パット4パットこういったものが続いてしまうと、やはりスコアアップにはとても障害となるわけなんですけども、ではどういった動きが起こるからそのようなミスが出てしまうのかといいますと、このような動きになっているわけです。ちょっと見ていてください。このようになってしまったり、あるいはこういった動きもあります。このようにですね、今はカップインしていますけども、体が左右にぶれてしまったり、あるいは右に残ってしまったりというように、重心を動かしすぎてしまうことが原因で、ファーストパットの距離感が合わない、あるいはショートパットが入らないということが起こるわけです。なぜ重心が移動してしまうと距離感が合わなくなってしまうかというと、やはり体重のエネルギーは大きいですから、体重移動を大きく行ってしまう、左を行ってしまえば強くなってしまったり、あるいは右に残ってしまうと力が伝わらないですからショートしがちになったり、あるいはフェイスの面という部分でも重心が残ってしまうとクラブフェイスが閉じやすいですとか、左に突っ込んでしまうと開いて当たるですとか、またそれを補おうと思って、その反対のミスというのも起こってしまいますね。ですから体重移動を必要以上に大きく行ってしまう人というのは、距離のあるパット10メートルあるいは20メートルといって長いパットの距離感を合わすことも非常に難しくなりますし、逆に短いショートパットもフェースの面が狂って合いにくくなるというわけなんですね。ではどうすればこの必要不必要な重心移動を防ぐことができるかというと、それは骨盤の動きなんですね。まずアドレスにおいて、両足のセンターに骨盤を持ってくるようにしてください。この時右足寄りに骨盤が寄ってしまったり、左足寄りに骨盤を寄せてしまってアドレスをしてしまうと、その後のスイングで動きが変わってしまう可能性を作ってしまいますので、両足のセンターに骨盤を置きます。そしてスイング中に両足のセンターに置いた骨盤を動かさないように意識してスイングしてください。骨盤をこのように左にずらしたり右にずらしたりすることなく、骨盤をその場で固定するといったことを意識してください。そうするとですね、お腹にちょっと緊張を感じたり、あるいは背中に緊張を感じたりするようになるはずです。もしそのような緊張感、筋肉がちょっと腹筋がきついなというような感覚が出てきたりしたら、骨盤を固定してスイングできている証拠です。ちょっと感覚がつかめない方はですね、お友達あるいはご家族に腰の位置をグッと両サイドから押さえていただいて、しっかりと腰を固定してスイングをしてみてください。そういった形で繰り返し反復練習を行っていくと、コースに行った時重心移動というものが不必要に行われることがないですので、距離感そして方向性、ショートパットの方向性、フェースの面が常にスクエアにインパクトを迎えられるようになります。ぜひ繰り返し練習場で骨盤を固定する練習をしてですね、距離感方向性ともにアップして、スコアアップにつなげていただきたいと思います。